1>, 1番乗り場に連なる路線バス2番乗り場に停車中の市営バス現在のターミナル内にある3日、町スクランブル交差点を進む市営バス八戸、中心街ターミナルは、青森県八戸市にある、同市及び、周辺地域を運行する路線バスと、同地域発着の長距離高速バス及び、高速ツアーバスなどが利用するバスターミナルである。かつて、 主に5つの停留所がそれぞれ個別に設定されていたが運行事業者ごとだけではなく路線や行き先によっても停留所の場所や名称が異なっていたため自治体や運行事業者などが中心となって停留所名称や路線ごとの乗り場を統一しターミナル化したものである。八戸市中心市街地バスの路線網は放射状に形成されており岩手県北地域に近いため 岩手県からの一般路線も多く運行されている。また、八戸市が新産業都市指定後は、団地などの郊外宅地開発が市内各所で進められたことから、同ターミナルから団地間を結ぶ路線が多く設定され、比較的豊富な運行本数が設定されている。八戸市中心市街地の北東寄りには、ショッピングセンターなどの郊外型商業施設が密集している地域があり、 同ターミナルからも複数の路線が運行されている。北へ約500メートルの位置に東日本旅客鉄道八戸線の本八戸駅があり、鉄道から独立したバスターミナルとなっている。さらに、古くより上野からの特急列車が多く発着し、現在は東北新幹線も乗り入れる八戸駅と八戸市。 中心市街地とは 5km ほど離れており、現在まで鉄道駅を起点としたバス路線はほとんど設定されず、多くが同ターミナルを中心としたバスによる公共交通網が形成されている。一時期設置されていた八戸中心街ターミナルモビリティセンターは3番乗り場のちょうど真向かいに位置した。路線バスにおける案内のほか、回数券などの乗車券類における販売。 パンフレットの配布も行われていたが、は、地内のエントランスカウンターに集約された。市営バスの運行便に限り、カウンター前にて、液晶ディスプレイによりターミナル各乗り場の、リアルタイム運行情報が提供されている。ターミナルのほぼ中央にある三日町スクランブル、交差点全国でも、珍しい青空ターミナルになっており、市街地内に各乗り場が点在する形で、 ターミナルが形成されている。道中心市街地は、八の平藩の城下町として、古くからの町の形を残しており、市街地内の道路は、各部で狭い部分があり、主要通りの多くの車道が一方通行化されている。この理由から、道ターミナル発着の路線は、同じ路線であっても方向により通るルートと乗り場が、異なる。例えば、八の駅 中心街ターミナルラピアといった路線の場合、ラピア駅は表通りの2番乗り場に発着するが、八戸駅駅は裏通りの5番乗り場に発着する。ターミナルの構内略図中心街ターミナルは3つの通りから形成されている。中心市街地をほぼ東西に通り、メインストリートである旧国道45号線の表通り、それに並行してすぐ南側に位置する。 裏通り、その二つの通りを南北に貫く通りがある。表通りは東方面への一方通行。裏通りは西方面への一方通行。南北の通りが南方向への一方通行となっている。南北の通りと交差する部分はそれぞれ、表通りが3日、超交差点。裏通りが6日、超交差点。表通り上には3日、超交差点の西側に、 一番乗り場があり、東側に二番乗り場が置かれる。裏通り上には、6日、超交差点の西側に五番乗り場、東側に四番乗り場、南北の通りの両交差点の間に三番乗り場が置かれている。主に、八戸市営バス、岩手県北自動車、戸和田観光電鉄の三社が乗り入れる。八戸市内路線については、 市営バスが主体的に運行しており、一部を保管する形で、南部バスの市内路線も存在する。また、近隣市町村まで結ぶ中距離路線は、その多くを南部バスが運行し、戸和田市や奥入瀬町などへの路線については重鉄バスが運行している。高速バスについては、岩手県北バス、重鉄バス、国際工業などが運行している。 アルファベット記号導入前の市営バス番号表示、以前より同県行きのバス路線では行き先別の番号表記を採用している。京都市バスや東京都電などのように、系統別の番号表記ではなく、主にバスの行き先ごとに番号が振られている。例として、ラピア行のバスは、参考営業所、中心街ラピアであっても、朝日川会営業所市民センター前ラピアであっても、 両者もに8番と表記され、車両の行き先表示等はラピアとなる。八戸市が策定した八戸市地域公共交通総合連携計画をもとに中心街を起点としてどの方面に向かうバスであるかが一目でわかるように行き先方向幕による表示などに対しての路線ナンバリング制度を3事業者同時に2010年4月1日の ダイヤ改正時より導入することになった。詳しくは、八のヘシエバス路線ナンバリング制度も参照。表記方法は、従来使用している行き先別番号の頭に、方面別記号をつけている。例として、ラピア行のバスは、ピアドラピア方面の記号、P を番号の頭につけ、P8 番と表記され、車両の行き先表示などは、P8 ラピアとなる。 南部バスの白色幕では、ナンバリングのカラー表示が使われている市内は1から2桁、市外は3桁で表記される。2番乗り場付近で行われた八戸三社大祭の脱出運行の様子道中心市街地は、八戸三社大祭をはじめとする多くの行祭事が行われ、通行止めなどの交通規制がたびたび行われる。そのため中心街ターミナルを発着するバス路線においては、 大幅な迂回運行が年内に何度も実施される。三者滞在などの場合、交通規制がされている道路区間の手前にある停留所で終点となり、交通規制区間の先にある停留所を始発として通常の終点まで運転される。なお、行き先の表示は通常の終点が表示され、実際に終点となる停留所の名称が車両前面に提示される。また、 場合により臨時停留所が設けられ発着が行われることもある。桜の百貨店前、HP150 円市内循環線、シルバーフェリーシャトル1番乗り場に停車中の南部バス1番、乗り場前のバス案内所も入る八戸ポータルミュージアム1番、乗り場前にある、桜屋百貨店八戸店かつては、三日町、三日町、三日町という名称であった。すぐ前には、 桜屋百貨店とポータルミュージアムワッチがある。ショッピングセンターなどの郊外型商業施設が密集している沼立公用エリアへ向かう南部バスの路線や市内循環線などは多くがここを発着する。最寄り駅、本八戸駅へはここから毎時数十本が設定されており1から10分間隔ほどの運行が確保されている。ここを発着する路線はすべてすぐ先の3日。 超交差点を左折し市長前、本八の平気方面に向かう。2番乗り場発着の路線も、遠乗り場の前を通るが全て通過となる。市営バスのバスロケーションシステムを利用した、リアルタイムの運行情報が、電光掲示板により行われている。同様の情報提供が市内の主要停留所や、公共施設、コンビニエンスストアなどでも行われている。 2010年4月から2019年3月までは、ここを発車する本八の兵器経由、八太郎方面の各路線において、市営バスと南部バスの中心街、八太郎共同運行を実施していた。青い森信用金庫本店前、PMYA100 円ワンコインバス伊佐場号2番乗り場付近の、市営バス2番乗り場降車場付近に停車中の重鉄。 バス2番乗り場前の青い森信用金庫本店かつて、CA バスでは、三日町、三日町、南部バスでは、八日町という名称であった。10鉄バスでは、八戸八日町、八戸三日町サイド、八戸八日町としていた。M 港、サメ方面、P 栄町周りラピア方面、Y 柳橋方面、A 観客周り朝日川方面のすべての便が、停車する。 日曜朝市巡環バス、ワンコインバス、伊沢号の発着乗り場でもある。高速バスの降車場所はここに設定されており、通常の乗り場からやや三日町寄りに降車場の案内が設けられている。SJF ルルップ8のへ現在の中央通り付近の南部バスの高速バス。現在は六日町の発車となっている。かつて市営バスでは三日町、三日町、 三日町、南部バスでは、八日町という名称であった。また、中央通りの名称は、東帝龍所の隣の、長横町停留場の前身の名称でもあった。2010年途中までは、高速バスの乗り場でもあった。ルルップ八の S 市民病院方面と J 城門、これかは方面の一部を除きすべての便が停車する。 5番乗り場発着の路線の一部も、遠乗り場の前を通るがすべて通過となる。F、S、J 現在の4番乗り場に停車中の市営バス。なお、新名宮前停留場は現在廃止されている。かつては、昨日町という名称であった。F 日夜方面の大杉平バスセンター行と、八の平営業所行、会場循環の松立先回りが停車する。 5番乗り場発着の路線も、等乗り場の前を通るがすべて通過となる。市内循環線が、循環運転を終え中心街止まりになる場合は、当停留所が終点となる。コンサートホール前、N、T、W、K、G、P 高速バス乗り場、8色200円以下バス、市内循環線、八の平線10分間隔共同運行。 5番乗り場に停車中の南部バス3個行現在の5番乗り場付近に停車中の重鉄バスかつては昨日町6日町であった F 日谷方面を除く新原町方面のバスが発着する8の平気線10分間隔共同運行便はここを発着する森岡仙台東京方面へ向かう高速バスの乗車停留所にもなっているありがとうございます